セイムフットを説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。スローエンドスロースローエンドスロー、ここでの注意点なんですが、コネクションに注意して踊りましょう。コネクションは男性の右腰のちょっと内側と女性の左腰の外側なので、上から見るとこういうふうに T の字になる形になります。もしそれが外れてしまうとバランスを崩したり、大きく見せることができないので、そのポジションを気をつけてやってみてください。クローズポジションから90度、ほぼ90度ですね、ターンをしてあげる。で、セイムフットの意味、セイムというのは同じ、フットは足っていう意味なので、お互いに右足に体重がかかっていることを意識したまま踊ってください。またお互いの右足の立っている場所の真ん中にパワーを貯めてあげると女性が反りやすくなるので、それを注意して踊ってみてください。あまり良くないパターンやってみます。スロー&スロー、バランスが中間になっちゃったり、ポジションが曖昧になっちゃうではなく、スロー&スロー、そこからパワーをぐーっと下ろしてあげるような意識で踊ってください。やってみてください。